2月28日ですね、2月の最終日になりました。今日はですね、またスニーカーを購入したので、この動画で紹介したいなと思います。2月ラストですね、4足目ですか、2月の4足目、いきまーす。こちらです。プーマスエード、A ライフコラボの商品になりますね。こちら、まあ、いつ発売されたとかは正直、わからないんですけども、調べてないので、まあ、A ライフのコラボということで、グレーですかね、全体的にグレーで、ホームストリップが、なんか内側と外側で色が違うんですよ、うん、外側が赤っていうかオレンジ、赤かな、で内側が、紫という感じですね。で、こういう感じのシューレースになってます。はい。なんかね、毛足の長いスウェードを使ってますね。で、なんかこう、履き古した感があるんですけど、まあ、中古でね、今回ももちろん買ったので、まあ、多少なりともあると思うんですが、なんか、そういうユーズド加工してある商品みたいです、これは。うん。すごくなんか雰囲気がありますよね。まあよく言ったらヴィンテージ加工っていうのがね、そういう感じですね。はい。外側と内側で色が違うというね、はい。今回はね、箱付きでした。箱もあります。こういう感じで。プーマエライフ。いいですね。はい。で、なんかシューレースとかも。ついてたんですけど、替えのシューレースちゃんとついてて、シューレース入れる袋もねついてました。えらいということで、はい、非常にスペシャルな、仕上がりになってますね。はい。で、A ライフといえばですね、A ライフの思い出、まあ、特にね、そんなに A ライフに関して詳しくはないんですけども、20何年前ぐらいに、まあ、雑誌でね、初めて読んで、あ、そういうのがあるんだって知った感じですね。当時はなんかブランドではなくてね、なんかショップっていうイメージがありましたね。靴屋さんとかやってましたよね、A ライフは、うん。もちろんニューヨークの方の、ニューヨークですよね。ニューヨークのブランドですね。うん、ちなみにこのヒールカウンターにNYC って書いてます。で、ここにも LES かな。LES ってちょっと確認しづらいですけど入ってるんですけど、なんかニューヨークの住所の頭文字みたいですね。うん、そういう特徴がまだありました。はい、すいません。で、A ライフなんですけど、うん、その二十数年前にですね、地元のショップに、ちょっと買い物に行った時に、うん、そこのショップ初めてだったんですけど、うん、行ったらね、A ライフのオリジナルのスニーカーが売ってたんですよ。スリッポンだったと思うんですけど、デザインはね、ちょっと忘れちゃって覚えてないんですけど、あ、雑誌で見たブランドだって、あ、こういう、あ、扱ってるんだなと思って、そういう記憶がありますね。で、その時は、すごい欲しかったんですけど、僕はタスのスニーカーを買いに行ってたんですよ。うん、タスは多分僕ら世代の方なら分かると思うんですけど、うん、ドメスティックブランド、スニーカーのドメスティックブランドとして昔、すごい人気がありました、うん。で、そのタスのスニーカーを買うか、その A ライフのスリッポンを買うか、すごく迷ったんですけど、うん、まあ、最初の予定通りね、タスのスニーカーをその時買って、うん、A ライフはまた今度買おうと思ってね、いたんですけども、結局それっきりでしたね。はい。だからね、時が経って、大好きなプーマとコラボしたですね、A ライフの商品をやっと手に入れられたという感じです。はい。まあ今日28日ですから、昨日ですか、プーマといえばね、多分ご存知だと思うんですけど、ドルフィン王子、あれはもうかっこいいですね。あとはまあ、最近はプーマやばいですよね。ビジョンのね、スエードとかもまた出ましたよね。アトムスのね、やつね。あとちょっと前だったら、マンゴフォリア限定の、国内だとマンゴフォリア限定のバスケットミート、うん。本当に今年はね、プーマを取り巻く環境やばいことになってますね。はい。まあ、僕はね、自分のペースでね、プーマ買っていけたらいいなと思ってますのでね、焦らずにね、
そこはちゃんと見定めてお財布と相談しながらやっていきたいと思います、はい、でこちらのお値段なんですけれども、また今回も某フリマアプリで購入しました。送料込み3000円になります。3000円いつもの僕が買うお値段ですね、はい、非常にね、満足しております。はい、2月の4足目今月を、締めるのにふさわしい1足なんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日の動画はですね、プーマ A ライフ、コラボのスエード、こちらを紹介させていただきました。余談なんですけれども、僕はね当時ね雑誌で読むだけでしか A ライフっていうのを知らなかったわけですよ。さっきも言ったんですが、だから A ライフっていうのをですね、僕はアライフって読んでました。はい、アライフって。でそこのショップに行ってですね、あの調子こいて、あ、これニューヨークのブランドですよね、これ置いてるんだアライフなんつってたら、すいませんこれ A ライフって言うんですよって、赤っ端を書いてっていう、そういうエピソードがあります。はい、恥ずかしいですね。はい。